ダン・イクマは日本の作曲家、エッセイスト。作曲家としては、オペラ、公共曲、歌曲などの、いわゆるクラシック音楽のほか、同様、映画音楽、放送音楽と幅広いジャンルの作曲を手掛けた。ダン・イクマロ、ダン・イクマは、5表記。1924年、実業家、学者、政治家であった、男尺、ダン・イノの子として、東京。 四ツ谷の慶応義塾大学病院で生まれ、原宿で育つ。7歳となった1931年、青山市半学校付属小学校に入学し、ピアノを学び始めた。翌年3月、祖父、段拓馬が暗殺されたことで、幼心に物質的な英達への疑問を抱くようになり、後に芸術を志す動機の一つとなった。当時、段という一時性のため、 しばしば、朝鮮人、シナ人と罵られたという。1937年、13歳で、青山学院中学部に入学。また、同年には、東京市麻袋材木町に転居した。1942年、東京音楽学校作曲部に入学。学校では、下佐寛一に、家政学と単位法。橋本国彦に、近代家政学と、還元楽法。 細川緑に学識論を学んだ。また、学外では山田工作に指導を受けた。20歳になった1944年、音楽学校に在籍のまま陸軍富山学校軍学隊に入隊した。軍学隊ではバスドラムを担当し、芥川康と共に編曲も担当した。翌年には復員して東京音楽学校を卒業し、 諸井三郎に、対応法、楽曲分析を学んだ。歌曲集、六つの子供の歌、還元付月読書曲二つの助上詩、村の歌、小諸なる古城のほとりを作曲した。祖父の段クマは、三井合明会社理事長、男尺。父の段異能も男尺であり、東京帝国大学文学部美術史学科助教授、参議院議員、プリンス自動車工業社長、 九州朝日放送会長を歴任。母の美智子は、宮内省大前頭を務めた、上野喜三郎の後女。妹の秋子は、ブリジストンタイヤ会長、石橋寛一郎に嫁いだ。最初の妻、桑原栄子との間に生まれた、長男団名保機は、西洋美術視野で、群馬大学教授。二番目の妻、藤枝和子との間に生まれた、次男団のりは建築家。 おじの段勝馬は、ウニの発生研究を体制した、発生学者で、元東京都立大学総長。孫の段ルカは、女優、タレント。ここでは、主要作品のみにとどめる。括弧内の人物は特に断りのない限り、作詞者を示す。作曲年については、外部リンク先、段育馬ノート、段育馬全仕ごと、雑誌、ハーモニー108号初集。 ダン・イクマ作品リストそれぞれで異なっていることがある。その場合、原則的にはハーモニーのリストに従っている。ありがとうございます。